ック祭りオープニングセレモニーを開催いたします。3年ぶりの札幌ライラック祭りが今日から始まりました。大通公園がにぎわう光景は久しぶりです。こちらでは食事だけではなくてお酒の提供も始まってます。美味しいです。どんどんやった方がいいと思うんですよね、はい。3年ぶりなのでもう嬉しいですよね、ちょっとずつ日常が戻ってきてるんだなっていうのが実感できましたね。これから迎える夏、恒例のイベントは復活するのか、もう一掘りします。もう一掘り。コロナ前は70万人の来場者を数えたライラック祭り、今回どのような感染対策がされているのでしょうか。通常であれば7丁目でワインガーデンがあるんですが、こちらについては開催なしと見送りをしまして、6丁目については、入場制限をして、会場の、柵を設けて、席の、上限を設けた上で、ある程度の密を避けるための安全策を取って開催すると。ステージがある6丁目のカフェテラスは最大でもおよそ380人までしか客を入れません。私、入り口で名前と電話番号を書いてくださいって言われて、それはちょっと驚きました。入り口では検温や手の消毒とともに名前と電話番号を記入します。利用時間も60分までに制限されています。客同士の距離は1メートルを確保。対面する席にはアクリル板を設けるなどの対策をして、夜9時まで食事やお酒を提供することにしました。おいしい。いや、この青空の下で食べるお肉最高ですね。いや、やっと活気が出るようなイベントが多分皆さんも待ってたと思いますので、私たちの方もやはり今の旬の食材とかも、提供できる場所ができたので、それもちょっとありがたいかなと。一方、道東の厚岸町では22日まで3年ぶりの厚岸桜かき祭りを開催中です。会場の公園には桜が咲き誇っていますが、一体牡蠣はどこに。例年祭りは桜を眺めながら焼き牡蠣を楽しむ人でにぎわいましたが、今年は感染症対策のため公園内は飲食禁止。牡蠣は週末に持ち帰り用を販売するだけとなりました。その代わり町内の飲食店では祭り期間中、牡蠣を使った特別メニューを提供します。コンキリエでは牡蠣のかき揚げ丼と焼き牡蠣のセットを用意しました。各店舗でいろんなメニュー考案企画されておりますのでね、ぜひ楽しんでいただければなと思います。今年は祭りの完全復活とまではいきませんでした。夏の大通公園といえばビアガーデン。秋元市長から注目の発言が。そして札幌で超気の早いビアガーデンも発見です。うわー、開放的で街中とは思えないですね。なんかちょっと異空間ですね。札幌の大通公園ではライラック祭りに続いて、来月よさこいソーラン祭りも3年ぶりに開催されます。ただし規模を縮小し、有料席以外での観覧は禁止。踊り手もマスク着用で演舞します。
では例年7月から始まる大通りビアガーデンはどうなるのか。秋元札幌市長は先週の会見でこう話しました。大通公園のビアガーデンについてどのような形で今お考えでいますでしょうか。はい、できる限り実施の方向でご検討いただくこととしたいと。3年ぶりにビアガーデンが復活するのか、市民の反応は。私は外で楽しめるイベントだったら全然もういいのかなと思います。酔っ払いすぎちゃって騒がれるとね、ちょっと引いちゃうんですけど。気持ち強さそうだけどね。ちょっと飲めないかな。一番の不安って何ですか。コロナの、マスク外して飲むから。そんな議論をよそに、今年新たに誕生するビアガーデンを発見。札幌市西区琴似のホテルです。わー、開放的で街中とは思えないですね。バーベキューセットもあって広々としています。ホテル琴似札幌の屋上で現在プレオープン中。27日にグランドオープンするビアガーデンです。コロナ禍もありまして、観光客も減ったのもあり、何かできないかということで、やっぱ地域の皆さん、観光客の方もお越しいただける場として考えて。開放的な空間で楽しめるメニューはこちらです。丸山の焼肉の名店朝倉から仕入れる焼肉セットです。最高。もう何より外で食べるお肉、そしてビールがたまらないですね。テーブルの間隔も広々、開放的な屋上ビアガーデンで最高の一杯を楽しめます。すごい広さでびっくりしました。うん、相当間隔空いてましたね。そうですね、あのあたりだとこう、うん、マンションでお庭がないご家庭とかはこう気軽に行ける場所ですよね。ことにだと、ちょうどなんか今マンションからも眺められるような場所でしたけどね。いや、気持ちよさそうでした。うん、はい、で大通公園のイベントなんですが、はい、今日開幕したライラック祭りに続いて来月はよさこいソーラン祭りも3年ぶりに開催されます。はい、まあ、ただし感染対策のため観覧は有料席のみなど、まあ、そういう制限はありますね。そして夏のビアガーデンについてはまだ開催するかどうか決まっていませんが、はい、まあ、市長は、ね、会見で開催に前向きだったわけですが、矢部さんはどうでしょうか、このビアガーデン夏祭りは。今スポーツ観戦とかコンサートも、はい、例えば応援の声は出さないという一定のルールのもとにお客さん入れるようになってきてますよね。はい、なのでイベント、特に屋外のイベントに関しては行うかどうかやめるかという議論ではなく、どうやったら行えるのか、あるいはどうやったらお客さんが安心して参加できるのかっていうのを考えていくような時期になってるんじゃないかと思うんですね。でそういった意味では今のライラック祭りもそうだし、ビアガーデンもそうなんですが、市というところがマネジメントに入っていますよね、札幌市が。だからそういった行政がこうやったらできるんじゃないというなんかモデルを示してほしいですよね。そうすると民間のお祭りだとかイベントも、あ、こういう形ならできるんじゃないということで広がっていって、なんか笑顔がもっと戻ってくるような感じがするんですけどね。今現状他の自治体ではイベントをちょっとやってませんとか、はいはい、自治体によってはやってますとか、ね、今ちょうどまだら模様なんですよね。はい、それぞれ感染対策できるできないもあるでしょうし、だから主催者も悩むし利用者も悩むし、非常に今難しい判断、まあ、過渡期の難しさはあるでしょうけれども、ね、で今月ぐらいから徐々に外国人観光客も少しずつね、はい、来月本格的に入ってくると思うので、はい、そうなるとやっぱり基準とかルール作り、はい、特に外国人観光客が来た時に、いや東京ではこうだったんですけど札幌これでこうなんですかって言われた時に違いがあったら迷うわけですよね。だから特に北海道観光地なんで、はい、一定のなんか理解ができるルール作りっていうのは必要なのかもしれませんね。札幌スタイル、北海道スタイルでもいいかもしれないけど、作ってほしいですね。はい、